任せてやろうにもいかんのか、あれどうでしょうか。5月4日、
ナキンがタッグのベルト持って、ラピートが空牙からベルト持って、おい、ああ、やっとスーパーソニックのスタートだな。ラピート、5月4日道頓堀プロレスのベルトに挑戦する権利はここにいるスーパーソニックのものになりました。皆さん、5月4日最終戦は挑戦者が王者になる日です。道頓堀プロレスは、道頓堀プロレスを作っていくのはこの俺たちです。皆さん、最後までついてください。今日はありがとうございました。